はい、皆様こんにちは、ムーンでございます。では今回はですね、ファイナルファンタジー7最終巻を迎えたんですけども、ちょっとエンドロールね、FF のメインテーマ流れてちょっと考えにふけちゃったりとかで、あんまり話したいことは話せなかったような気がするので、ちょっと編集後期みたいな感じで最後のまとめということで動画を撮らせていただきました。少しね、いろいろFF7 の思い出語らせていただこうかなと思っておりますので、ぜひ最後までラジオ代わりに聞いていただければと思います。まずなんですけどもね、ちょっとねお断りしておきたいというか、皆様にお知らせしたいことがありまして、最終回の動画で、これからやり込みをやるのかやらないのかっていうこと迷ってますみたいな話をさせていただいたかと思うんですが、ちょっとねいろいろ現在の状態とかを鑑みた結果、おそらく最終回という形を問わせていただいているかと思います。でやり込みやってほしいなって声もコメント欄とかでいただいたりもあったんですけれども、ちょっと申し訳ございません、最終回とさせてください。ストーリーをね思う存分楽しんだので、はい、やり込みはね、リメイク版出た時にやりたいなと、できたらやりたいなと思っております。ウェポンとかね、あとは究極のリミット技とか、あの辺とかもね、はい、そうなんですよ。メイン1回触っただけで攻略とかも全然見てないから、取り逃したイベントとかもたくさんあってね、気になる方は気になるかなと思うんですけどもね、私の中ではねやっぱり初見プレイはほとんど情報を入れないでさーってやりたいなっていうのがね、ここの中であるので、しっかりやるのはリメイク版、来年ですね、発売される、そちらの方でやらせていただこうかなと思っておりますので、とりあえずね、オリジナル版は最終回とさせていただきます。はい。次、一応ね、クライシスコア、実況しようかなと思って今準備してるところなんですけれども、あとね PSP のキャプチャーと録画の環境は整いました。現状の報告をさせていただけると、ソフトが来ればもう動画が撮れる状況にはなっておりますが、まだねそのソフトが届いてないんですよAmazon で買ってね、8月の5日ぐらいに届くみたいな感じになってるんだけど、なんか未だにね注文履歴見たらなんか発送にもなってないんですよね、ステータスが。なのでもしかしたら、まあ、最速だと8月の5日ソフトが来た時点ですぐに撮ってパート1ぐらい上げられるかなって思うんですけれども、ちょっとね間が空くかもしれません。はい、ということでお知らせでした冒頭の。ではね、ちょっと本編入っていこうかなと思います。ナナが話しちゃうのもなんだから、キャラクターと、まあ、作品としての、私の中での評価といいますか、感じた部分、まあ、全体を通してっていうところのね思いを少し語らせていただければと思います。キャラクターね、みんな良かった本当にそう、味方のキャラクターにフォーカスしますね、今回。ちょっと敵キャラの話は省きますけれども、敵キャラとか、ちょっと協力者、ザックスとか、あの辺のお話はね、ちょっと割愛して、味方キャラにスポット当ててお話ししようかなって思うんですけども、みんな良かった、本当に。いやー、いけすかないキャラって一人や二人は出てくるんじゃないかなって、個人的には予想してたの。なんかいろんな RPG やってたからさ、結構なんか、社に構えた考え方とかしちゃって、ね、ファイナルファンタジー7はね、みんなね、それぞれの魅力が光ってかっこよかったですね。何よりもかっこよかったです。はい。なんかさ、普通の人が言うと、キザに感じるようなセリフも、FF7 のキャラクターが語ると、やっぱりなんかそのキャラクター自身の魅力だったり、バックボーンだったりが生きてね、なんか心に響くっていう。みんな良かった。みんな好きですね。味方キャラクター。はーい。やっぱりね、味方キャラとか一緒に冒険するキャラクターって応援したいなって、思えることって結構大事だと思うんですよね。私ね、それみんなに対して思ったから。セブンのキャラクターね。はい。ということで、まあ、大絶賛の上でね、一人ずつちょっとお話をしていこうかな、味方キャラクターの。クラウドは最後にしようかな、もう、いろんな思いが吹き出そうなので。じゃあ、まずはバレットかな。バレットかお話ししましょうか。結構ね、悲惨な過去を抱えてるんですよね。故郷を潰されて、親友とその奥さん亡くして、自分の右腕も亡くして、で、その親友の子供を引き取ってっていう。はい。結構ね、悲惨な
過去抱えたキャラクターだったんですけども、まあ一言で言うと理想の上司って感じかな。なんかさ、あの最初はなんかクラウドのこと気に食わないなとか、なんかあのクラウドのこと気に入らないような態度取ってたんだけど、なんかやっぱりさ一人一人をよく見てるなって印象ありますね。なんかあの最終的にはさクラウドとかさシドにリーダー任せてさ、まあ自分はバックで支えるみたいな。そうそう、いや最初は信頼の復讐心しかなかったけれども、最後はやっぱりマリンちゃんっていうあの残されたね親友のあの宝物を守るためっていうね、復讐の炎にかあの駆られていたのには変わりはないんだけど、その動機づけがねどん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 人間らしくなっていったっていうか、はい、そこがねすごいかっこよかったですね。やっぱりさ名言はあれですよね、なんだっけ、列車よ列車、ちょっと待ってよ、あのねちょっとウィキを見ながら少しお話をねさせていただいてるんですけれども、名言あるじゃないですか、俺たちが乗った列車は途中下車はできないぜみたいなあれさなんかいいよね、最後はみんなで言いましたもんね、ハイウィンドで、うん、そう、俺たちが乗っちまった列車はよ途中下車はできねえぜってやつ、あの言葉になんか最後は救われたよね、あのクラウドが自分のソルジャーになれなかったっていうのを知ったりとかさ、なんか自分の本当の姿を知ってどうしようって迷った時もさ、やっぱり奮い立たせるのはバレットだったんですよねそこがね良かった。ていうかさ、見てる、なんかちょっとウィキ見てるんだけど、バレットって37歳だったの。あんまり若いよね。まあ、動画の中でもさ、なんか結構若いよって話はしてたんだけど、こうなんか詳しい、年齢知らされると、おーって思う。あとリメイク版のバレットのかっこよさね。蝶野さん、見た？みんな。超ワイルドな異教児っていうね。オリジナル版だと、なんか、まあ、パッと想像できるような感じの、ちょっと黒いね、なんだろうな、チョコボールみたいな感じのキャラクターなんだけど、リメイク版超かっこいいから、うん、楽しみですね。ちなみに私のリア友で FF7 やった人は、バレットがかっこよくって、ずっとバレット使ってたって言ってました。はい。彼も、結構ねかっこいい言葉だったり行動とか起こしてるので影響を受けた方多いんじゃないでしょうか。はい、そう、あ、血液型O型なんだ、私と一緒だちょっと嬉しいね。はい、ということでじゃあ次はねティファ行こうかな。ティファ、はい、いやティファはちょっと内助の功と言いますかなんだろうな、なんかさ性格的にはさ、エアリスとティファって結構真逆な印象あったんだよね。なんかエアリスって作中の中だと結構強引でもないけど結構思い切りのあるキャラだなって印象があって、そのエアリスと比べるとティファってちょっと控えめだったかなみたいな、本当に縁の下の力持ちみたいな、そんな印象があってね、なんか見た目の印象って逆な感じがあったんですよね。ティファの方がなんかぐんぐん引っ張っていくみたいな、うん、そんな印象あったんだけどね、ちょっとギャップに燃えました、可愛かったちょっとねリメイク版でねおっぱいナーフされておいって思う方いらっしゃると思うんですけど、私もそうですおっぱいあのままでよかっただろうって思ったんだけど、なんかスクエニのなんだっけ方で声が上がったんでしょ、なんか笑っちゃったわ、合ってるかどうか分かんないですけれども、はい、そう、なんかさクラウドの異変にいち早く気づいたんですよね。ザックス、ジェノバ細胞でザックスの記憶埋め込まれて、でそれが混同しちゃって、で発言にの矛盾に気づきながらも、まあでも言えなかったと、ずっとずっとね、まあ、唯一真実を知りながら一緒に旅をしていたメンバーなわけですよね。でもね言えない気持ちわかるよ、ほんと本人にさ、いやあなた、まあなんだっけ、ニブルヘイムに来たのは自分だっていうところからティファは多分違和感を感じたんだよね。そうそう、本当はザックスだけどみたいな。まあでもクラウドも一般兵としてね一緒に来てたんですけれどもね。そうそう、でそこから異変に気づいたりとか、
発言の矛盾に気づいたりでも言い出せなくってっていうのでね、で結構終盤の方で初めて告白するんですけれども、でもね、言えない気持ちめっちゃわかるからな。なんかね、言ったところでクラウドどうなっちゃうのかとか考えるとさ、なんか黙っておいた方が幸せなんじゃないかとか、やっぱりいろんな考え出ちゃうもんね。そうね、なんかまあ私はね大好きだけどねでももうどうなんだろうね。なんかそれに関してはさ、結構賛否両論ありそうだよね。言ってあげればよかったのにとかさ、知っておきながらなんでみたいな気持ちを持たれた方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ言わない理由も言えない理由もわかるからな。そうね。さあ、でもティファはリミット技すごいお世話になったわ強かったなリミット技。なんかさ、インターナショナル版でさ、なんか戦闘がね楽になるちょっとボタンがあるんですよ。なんか R3 か L3 押すとなんかそのモードに、 L3 でなんか3倍速だっけ、だから R3 かな押すと、なんかそうするとね、なんかもう常にリミットブレイクできる状態になるんですけど、なんかちゃんと公式なので安心してください。なんか変なツールとかが使ってないので大丈夫ですよ。なんかそれでね、ずっとね、サマーソードがボン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 ってやってましたね。なんかやり込みやろうかなって思って、なんかちょっとマジックポットがいるところから、ハイウィンドウまでね、戻るところまでそのモードでね、ちょっと行ってみようって思って行ってみたんですけれども、動画撮ってないところで。で、その時に、なんかめっちゃ強いモードにしてね、ちょっと進んでたんだけど、めっちゃ強かった。そうなんだよね。きっとなんかティファ関連のイベント、本編でもね、もっとたくさんあったんだろうなって思いながら、ちょっと、リメイク版出たらその辺も回収していこうかなってね。そう、だっけ、ゴールドソーサーのデートイベントも私エアリスだったから、ティファバージョンもね見てみたいんだよねだから次はね、ちょっとなんかティファに親密度寄せたように進めていくかなと思うんですけれどもね。はい。ていうかさ、なんかティファとつるんでた3人組ってあれどうなったんだろうね。でもニブルヘイム事件で死んだのかな、それとももうニブルヘイム出ちゃったのかな。なんかその辺も気になるよね。なんか最終的にはさ、3人組とティファとクラウドでね仲良くなれればよかったんだけど、それは叶わずって感じだったからな。ちょっとあれだね。でもなんかさ、ヒロインだけど、なんか恋愛描写がっつりしなかったの良かったと思うわ。なんかね、両肩思いみたいな感じで終わらせたのが本当に良かったなって思う。まあいろいろね、想像できるっていうのもあるし、やっぱりなんかメインってその話じゃないから、 FF7 って。なんか、ちらつかないじゃない。ちらついちゃうんだよね、やっぱりね。なんか恋愛描写強くなってくると。いや、なんかそれがないからね、本当に、なんか、没頭できたかな。でもなんかティファはね、幸せになってほしい。本当になんか、エアリスの分までね、って思いました。はい、ということで、じゃあ、ティファは、この辺にしようかな。ということで、じゃあ続いてエアリスだね。好きだな、エアリスみたいな子、本当に。なんかね、報われなかったんだけどね。でも、なんかホーリーでさ、セフィロス撃とうとして、でもそれは叶わず死んでしまって、ね。でも、なんだっけ、白マテリアは残すことができてね。いや、クライシスコアやるつもりでいるんだけど、エアリス出てくるのかな。まあちょっとね、その辺もコメントではちょっと書かないでいただきたいんですけれども、まあ、出てきた時にはね、また思う存分めでたいと思いますけれども、はい。なんかさ、参戦期間は短かったけれども、やっぱり彼女が残したことって大きかったですよね。なんか最後までさ、やっぱり仲間メンバーもエアリスのことを忘れなかったっていうのもすごく良かったしな。いや、なんかさ、こう、古代種っていう特殊なさ、種族に生まれてさ、やっぱり、ねえ、まあ、古代種っていう生まれが原因でお母さんも捕まっちゃったりとかさ、結構悲惨なね、過去持ってたんですよね、彼女ね。悲しい、人生を歩んできてたと思うんですけど、まあね、エルミナさんがいたから良かったかなとは思うんですけれどもね。でもその中でもさ、強く
美しく生き抜いた彼女はやっぱ尊いなって思いますね。やっぱりなんかエアリス死ぬっていうのは、私 FF7 始まる前、もう下手したらもう実況活動始める前ぐらいにはもう知ってたかな。なんか FF7 ってメインのヒロイン死ぬんだよっていうのはね、なんとなく知ってたから、あこの子かって思いながらねプレイしてたんだけど、やっぱりなんかキャラクター可愛いからさ、ずっと使ってさ、やっぱりでも分かってても死んだ時は悲しかったかな。うん、悲しかった、めっちゃ泣いたもんな。やはりそうね、テーマ聞くと私泣いちゃうんだよ。だからザックスとね、まあ、お互いも泣き人ですが、なんか出会えてるといいな、なんかお友達いないとやといいなってすごい思うけどね。クラッシュスコアだとエアリスとザックスの交流とかも書かれるのかなって、交流あったのかなね。なんかエアリスは初恋な人って言ってたけど、まあ、その辺もちょっとクラッシュスコアね、楽しみにしながらプレイしようと思います。うん、まあね、見た目もねタイプだった。そう、それでさ、なんか案外さ、なんかデート1回とかさ、大胆な発言しちゃうところとかさ、なんかたどたどしい喋り方とかさ、なんかこの子こんなにも儚い感じなのに、なんでこんなこんなけなげなのみたいな。もう大好きなキャラクターですね、エアリス。うん、よかったわ。ね、キングダムハーツにもね出てくるらしいから、ちょっと今度キンハーね、なんか実況動画とか自分でやるときとかちょっと注意して見てみようかなとは思うんですけれどもね。はい、ということで、じゃあ次は誰行こうかな。やばい、ちょっとウィキを検索しないと。誰行こうかな。じゃあナナキ行きますか。ナナキ可愛かったね。なんかさ、最後エピローグに出てくるさ、ナナキみたいなやつって、あれナナキらしいね。ナナキご本人らしい。そう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 、私はさ、なんか末裔とか子孫かなって思ったんだけど、なんか長生きなんだってね、長生き。なんかじゃあ本編中でさ語られてたら申し訳ないんだけどさ、もう私最初の方とかさ、なんかやっぱり後半の方のストーリーが上書きされてさ、結構記憶があやふやになってくるから、そうそう、なんか本編中で言ってたら申し訳ないんですが、そう、なんかね子孫残して生きてるっていうね、なんかそれ聞いただけでもちょっとだいぶ嬉しかったね。クラウドたちはさ、もちろん500年後だから死んでるわけでさ、うん、あ、なんかしっかり人間たちさ、ちゃんと救われたんだなみたいな、もうハッピーエンドだったんだなって FF7 ってで思いましたね。ナナキ可愛かった。なんか最初はさ、クールキャラ装ってたんだけどさ、じっちゃんって言ったりさ、コスモキャニオンに戻るときさ、ナナキ戻りましたとかでね、あそこで殻が剥がれるっていうね、そうそう、なんかそれからはさ、もう癒し系要因だったっていうね。お父さんの話も良かったですよね、瀬戸さんの話ね。ずっとお父さん嫌いだったんだけど、ブゲンハゲンさんに本当のことを教えてもらってね、誤解が解けると、まあ亡くなった後ですが、お父さんね、お父さんの涙も良かったよな、最後な。うん、やっぱり一番熱かったのは北条戦かな。あそこのね、北条戦のメンバー本当に良かったと思う、自分でも。ね、いろいろ因縁、北条と因縁のあるメンバーを揃えたから、ヴィンセントと、あと、ナナキとクラウドっていうね、うん。ちょっと絵面的もなんか結構使ったかな、思いのほか。私さ、固定パーティーになるかなって思ってたんだよ、FF7 って。うん、やっぱりなんかマテリアの付け替えとかあるからさ、でもさ、なんかこう、ボス目の前にするといろんなキャラ使いたくなるんだよね。あ、このキャラはこの子とゆかりがあるから、ちょっとこの子、入れようかなとかさ、そういう思い出てくるんですよね。なんか割とナナキは使ったかもしんないな。使いやすかったね。まあでもリミット技とかね、全部出せなかったから、ほとんどのキャラクター、まあリメイク版ではしっかり出していきたいところですかね。うん、獣系キャラの中でも可愛かったな。なんか戦闘とかでさ、アップで出るじゃないですか、見た目とか。あれも可愛かったもんな。何気にちょっとお気に入りのキャラだったりします、ナナキ。はい、でもなんかウィキ見てると最年長らしいね。年齢48歳とか、
でもなんか人間で言うと15、6歳ぐらい。だからまあ一番年上だったのかな、パーティーの中では。でもそうとは思えないぐらい可愛いキャラクターだった。まあ人間の15、6歳の振る舞いが、一番しっくりくるかなって感じですかね。あ、そう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 、あの、エアリスから鼻を撫でられるのね、なんかでも嬉しかったっていうのね、可愛かった。ねえ、ということで、じゃあこの辺にしようかな、ナナキの話。いや、なんかもうレッドサーティーンって言うもん、やっぱりナナキって呼んじゃうんだけどさ、クラウドたちはなんか最後までレッドサーティーンって呼んでましたね。はい。じゃあ、次は、あ、そう、あとあれだよ、武器、髪飾りってどうやって攻撃してるんでしょうか。なんか髪飾りが武器っていうのもちょっと可愛いよね。なんか女の子の印象あるけど男の子だしな、可愛い。よし。じゃあ次はユーフィーかな。ユーフィー、ちょっとミキを見ながら、ユーフィーね、あんまり使えなかったメンバーの一人なんだよな。そうなんだよな。よいしょ。でもね、なんかね、やっぱり何よりも良かったのは、クラウドが戻ってきた後の車酔いの会話、あれめっちゃ可愛い、本当に。なんかさ、あそこでさ、クラウドってもともとこういう性格なんだって、なんかクラウドの素が知れたっていうのもあるしさ、なんかユフィとクラウドの会話ってなんか、なんだろうな、なんだろう、カップルには発展しないけど男女の友情ってあるんだなっていう会話がね、すごい良かった。可愛かったですね。ゴールドソーサーでもさ、なんか、頑張ればユフィもデートイベント発生するらしいですよ。なんかそこでチューするらしいよ、クラウドに。ちょっとそこも見たいなーって思いながらね。なんか FF7 ってさ、隠れた要素たくさんあるんだなってすごいね、クリアして、一通り、なんかストーリーのね、チャートとか見てすごい思いましたね。はい。そうそう。ユフィもね、究極のリミッター技というか、なんか塔あったじゃないですか。あそこがさ、なんかダンジョンみたいな感じでなんかあるらしいんだけどね、あそこも行かなかったから、リメイク版では行きたいなと思ってますけれどもね。うん、いや、ユフィはムードメーカー女子って感じかな。 FF10 で言うとこのリュック的な感じ、うん、可愛かった、すごく。なんか女の子みんな可愛いよな、なんか、うん、元気系の可愛いみたいな感じですかね。そう、手裏剣ね。あ、そう、私はなんか忍者の前にはさ、あんまりなんか風魔手裏剣とか使わなかったんだよな。そこもちょっと後悔が残る部分でございますね。うん、マテリア盗んで逃げるイベントもさ、なんか最後みんなに置いて帰って待ってっていうのもめっちゃ可愛かった。そうなんだよね。うんうん、エアリスが殺された後、大泣きしていたり、シスターレイの北条戦後に同情的な言葉をつぶやいたりと優しい側面も伺える。マジか、ちょっとそこ見たかったな。え、エアリスが殺された後、あ、そっか、私仲間にするの遅かったから、そっか、やばい、なんか早、私が仲間にしたタイミングよりかなり早く仲間にできてたんだね。なんかそう思うと、なんかもう少しね、早く仲間にしてればもっと感情移入できたんじゃないかなって思うわ。わーわー、後悔。いや、でもね、クラウドに素を引き出すキャラとして私は大好きかな。はい、ユフィかわいい。ユフィもキングダムハーツでね、出てくるみたいだから、ちょっと注意して今度見ようかなと思っております。じゃあ次はシドさんかな。シド、ちょっとさ、私まだファイナルファンタジー全然ナンバリングやってないんだけどさ、私がやってきた FF のキャラの中でシドって名前がつくキャラで一番かっこよかったわ、シドさん。うん。なんかさ、年齢がなんと32歳っていう。私さ、なんかもうさ、二十歳ぐらいの娘がいるお父ちゃんなのかなって勝手に思ってたんだけど、めっちゃ若いっていうね。そう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 、なんか今の30代って若くないですか、なんか。そう、昔はさ、なんか30代ってなんかすごい大人って印象あったけどさ、なんか自分もさ、もう近づいてきてさ、なんか今の30代ってなんだろう、若い人多いなみたいな、若々しい人多いなって個人的には思うんですけれども、でも獅童さんはね、びっくりした、嘘だろみたいな。
なんかね、最後には宇宙に行けてよかったよなって。なんかシノさんもさ、割とあの強引なところあるけど理想な上司な感じあるよね。なんか不器用だけど、なんかあの部下のこと考えてるっていう、なんか自分のやってきたことよりもなんか部下たちの命がかかんとそっちを取るぞみたいな、なんか信念があったよね。かっこよかったわ。でもなんか最終的にはさ、宇宙に行けてさ、うん、よかったよな、本当にな。初老の親父というイメージ、やはり32歳とても見えないですよね。ウィキにも同じこと書いてあるわ。そうさ、そく、あのクラウドたちがいない時はね、リーダーやってたんですよね。いや、頼もしかったですよ、本当に。うん、言うべき時には言うべきことを言ってくれる、なかなかの、確かに確かに確かに、うん。シドさん、なんかあのチームの柱、もう一つの柱みたいなところあったよな。クラウドがいない時はシドさんみたいな、な、そう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 。なんか大人のキャラクターもかっこよかったからな、シドバレットね、やっぱりなんかあの引く手がね絡むところとかもかっこよかったですしね。うん、そうそう、なんか立ち位置的には結構なんか両騎士ポジションっぽかった感じもあるんだけどね。なんかハイジャンプだっけ、なんかジャンプ的なところもあったりしてね。なんか両騎士って私の中ではなんかイケメンキャラクターのイメージあったんだけど、ちょっとそこを覆してきたっていう、まあイケメンだけどね、シドさんもワイルドなイケオジって感じがね、また面白かったところですね。うん、今シドさん、あれかな、クリア後ってあの一緒にいたあの女の人と結婚とかするのかな。なんかあの辺で語られてたりとかするんですか、派生作品とか。あ、そう、シエラだっけ、シエラ、シエラ、うん、シエラとシドさんの関係も気になるよね。なんか同僚なのか、それともそれ以上の関係があるのかみたいな。私本編からね、それ分かんなかったんですよね。なんかスマホアプリとかではお話しされてそうな感じもあるんですが、ちょっと気になるな。シドさん、あのリメイク版まだ出てきてないっけ、映像とか出てないっけ、めっちゃかっこいいと思う、多分。ちょっと気になるわ。ちょっとビジュアルによって私ちょっとシドさんにグーンってきそうな感じありますね。はい、ということで、じゃあ次は、え、もう何分ぐらい撮ってんのこれ。あ、やばい、30分ぐらい撮っちゃったよな。まあちょっとあのキャラクターについてお話ししたら、まあ最後はサクッとまとめましょうか。じゃあ次はね、いやー、こいつも私かなり好きになったんですけれども、あのケットジーね、ケットジー、こいつマジでいいキャラだったよな。なんかさ、最初こう裏切り者だって、人狼の狼だって分かった時はーって思ったんだけど、やっぱりね、あの強引にでもついてきたからさ、マリンを人質にとってまで、なんやこいつって思ったんだけど、あのもうあの時にさ発したクラウドの言葉、同意でしかなかったからね、私。そうだそうだそうだってずっと言ってたもんね。一緒に行けるわけないだろう、うん、そう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 って感じだったんだけどさ、でもそれからさ、どん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 クラウドたちの行動だったりさ、思いに共感するっていうね、新蘭の社員ながらもね、なんだろうな、あの裏切り者だったんだけれども、あのミイラ取りがミイラになったと言いますか、あのどん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 あのクラウドたちの方に気持ちが偏っていってね、最終的に、ね、命助けたりとかさ、自分が犠牲になってなってまでしてね、クロマテリアゲットするのをサポートしたりとかね、そうそう、最終的にはさ、まあ正体分かってリーブさんだったっていうね、シンラのね、あの分かった瞬間ね、マジで感動したわ、ちょっとリーブさんみたいな。なんかあの見た目からさ、あの関西弁が出てたっていうのあまり想像できないからさ、なんか他の派生作品とかでもなんか出てたりするの、なんかディーブさんの見た目はさ、ケットシーの口調出ちゃったりとかさ、っていうか、なんかキャラクターになってるのかな、なんかケットシーはキャラクターになってそうだけど、ディーブさんはキャラクターにはなってでしょうかね。が今思うと笑っちゃうよな、あの見た目であの関西弁話してたんだって思うと。なんかね、あの裏切りキャラが、裏切りキャラってさ、分かった瞬間やっぱりなんだこいつみたいな、もう人によってはさ、すごいもう毛嫌いしちゃうような方っていらっしゃると思うんですけど、私もね、どっちかというとね、そっちの類なんだけど、もう、ケットシー、なんかそれでもなんか強引についてこようとするか、はなんなんこいつって思ったんやけど、そこからさ、やっぱりなんか、ケットシーの、
あのなんだシーナの社員としての背景とか、なんかクラウドたちの行動に心を打たれる様子とかで、それを裏付けるような行動とかがしっかり書かれてたから好きになったね。あの私裏切りキャラっていろんなゲームで見てきたんだけども、屈指の好きなキャラかもな、裏切りキャラの中でも。うん、やっぱりさ、やっぱり必見だったのはハイウィンドで、バレットに詰まったところかな、問い詰めたところかな、あそこはね心に来たわ。うん、彼がさ神羅を辞めない理由っていうのも多分そこにあるのかなって思って、そうそう、自分はなんか神羅っていう会社に入って、そこから人々の生活を助けるっていうね、なんか神羅の社員としてのプライドの高さとか感じましたね。まあ結局ね、もう神羅はもう崩壊しちゃったんだけどね。うん、そう、なんか何気に名言をたくさん生み出しているのでね、ちょっとバレットのシーンはね、私何回かね動画見直したりしましたね。好きだなって思って、うん、私なんかあそこがね彼の好感度を上げる決め手になったかなって思うわ。うん、よかった、あのシーンがあってよかったって思ったな。FF7 やってる中でも名シーンの一つだった私は思いますね。ケットシー大好きです。はい、ということで、じゃあ最後クラウドか。やばいね、なんか15分ぐらいでサクッと終わせる予定がさ、思いがこもえすぎてめっちゃ話しちゃうんだけど、クラウドな、私まあ、自分がさキャラクター好きだなって思うのって割と共通点があってさ、ハンディキャップとかさ、結構不幸な生い立ちだったりとか、生涯を経験していながらもそれに立ち向かうキャラってすごい心に来て、でそれきっかけでそのキャラ好きになるっていうの多いんですよ。クラウドまさにそれで私がね今までやってきたゲームの中で好きなキャラ四天王の中に入るね。うん、入りましたね。入った入った。うん、そう、他はね、あ、クラウドでしょ、あとはテイルズ・オブ・ジャービスのルーク、あとはテイルズ・オブ・エクシリアのエリーゼ、あともう一人がね、ここがね、ティーダかグラビティ・デイズのキトゥンかドラクエ・イレブンのベロニカが入るかなって感じなんですけれども、入ったね。もうなんか今までその過去のキャラクターぶっちぎり抜かして入りました。もうそれぐらい好き、本当に。なんでかなって思ったんだけど、なんかさ、昔の自分を思い出すっていうか、結構さ、誰しもがっていうのはちょっと、なんか言っていいのか、まあ、断言できない部分ではあるんだけど、やっぱり人間関係で悩む人って結構多いと思うんですよ。それがなんかクラウドと同じような感じなのか、はたまた全然違うのかっていうのはあるんですけど、なんかね、昔人間関係で悩んでいた自分を思い出してね、でそこがすごい身近に感じたっていうか、クラウドっていうか、ゲームのキャラでも、なんか、こういうなんか人間関係悩むなんてさ、あんまり人に打ち明けたくないことじゃないですか。いや、なんかそれをね、ゲームを通じてまざまざと見せられてね、あ、同じなんだみたいな少し安心した部分もあるっていうか、うん、誰しもがなんかまあ中二病キャラでもあるんだけどね、クラウド。でもなんかそこはなんかリアル感があって、なおかつ子供の頃ってさ、人間関係が結構全てだったりすると思うんですよ。学校だったりさ、
っぱりなんか人間関係気づかないとやっていけない場所で過ごすからさ、なんかそのことをね思い出してね、あーそうそう、やっぱこういうことってさ誰にも言いたくないけどやっぱり悩んじゃうんだよねっていうところがすごい共感してね、そこも好きになったかな。そうそう、うん、まあね、彼自身やっぱりさ、両親も亡くしてさ、で実験の被験体になって、ね、親友も殺されてっていう悲惨な、悲惨というか、まあ、悲しいことを経験したんだけど、それでもね彼はね自分を受け入れて前を向いたからね、そんななんかかっこ悪いなんかソルジャーになれなかったよってところさ、すごい心に来るんだけど今でも、いやそれをね受け入れてねセフィロスを倒すってあの気持ちになれたのすごいかっこよかったしな、うん、いや好きですよ、うん、やっぱりなんか本当のクラウドを取り戻したところと、あのニブルヘイムのところなんかなんだっけ、ティファがやめてって言いながらも、でもクラウドは大丈夫だ大丈夫だって言ってるところ、あそこがねやばいです好きです本当にクラウドのね、うん、なんかみんなもさ、なんかどこかさクラウドに自分を重ねてゲームやってた方とかいらっしゃるんじゃないかなって思う。私もそうだったんだけどさ、なんか、うん、だからクラウド愛されるんだろうなって思うわ、主人公として。うん、本当にねこの世に生み出してくれたことに感謝ですね、クラウド会えてよかった。うん、本当に私ねこうやってねゲームについて動画、ゲームについて語る動画ってあんまり出したことないんだけど、まあ、それぐらいね影響を与えたゲームでした FF7。 本当にねもうリアルタイムで盛り上がってる時にやりたかったあその時私まだちっちゃいからストーリーとかに何も分かんないできっとやるんだろうなって思うんだけどね、それでもねやるべきゲームの一つだと思うね FF7 は。うん、子供の時にやってストーリーよく分かんないけどなんか楽しかったなっていう思い出のまま大人になってやって、でストーリーも分かってキャラの魅力がさらに理解できてさらに好きになるっていう、うん、いつやっても受け入れられるゲームだなって思いましたね。はい、いやクラウドありがとうございました。もう間違いなくね私の人生に影響を与えた人物の一人クラウドね、いやリメイク版で、ね、また再開できること楽しみにしてますよ。クライシスコアでも出てくるか、出てくると思うけど、やっぱりねザックスの話だから、はい、まあ、クライシスコアとリメイク版でねまたお会いできるの楽しみにしながら、じゃあキャラクターについての話はここまでにしようかな。なんかいざ話すとマイクを前にすると話せることもなんかなかなか5割ぐらいも話せないまま終わっちゃうんだけどね。ということでじゃあ最後総括いきましょうか。ファイナルファンタジー7非常にねもう完成度高い、もうやってほしいみんなにこれも最終回の時に言ったか、ね、屈指のゲームだと思うけどねかなり、うん、なんかやっぱりねうるってくるところもあるし、なんだろうな、 RPG の楽しみ方を体験させてくれる、体験させてくれるゲームだなって思うわ。さ RPG ってやっぱりさこういうなんかキャラの行動一つとかさ敵キャラの行動一つでさ本気で悲しんだり本気で怒りが怒りに駆られたりとかさ本気で燃えたりとかさあると思うんだけど、もうね全部が詰まってたね FF7。 そうなんかねかっこいいんだよ演出が一つ一つで、それがね全然ねわざとらしくないんですよね。うん、やっぱりなんかそれもキャラの描写だったりストーリーの描写が丁寧だったからこそ起こる純粋な気持ちなのかなって思います。はい、もうね今年やったゲームの中でもナンバーワンナンバーツーに来るかな。アンダーテールと FF7 は今年やったゲームの中でも群を抜いて面白かった何度も言うよ、今年やったベストゲームのワンツーがアンダーテールと FF7 ですかね。はい、うん、いやみんなね本当にねリメイク版やればいいやって思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、オリジナル版でねその情熱をまず感じて、それでねリメイク版をぜひプレイしていただきたいなと思います。はい、なんかなこう終わってしまうの悲しいんだけれどもね、まあまた
クライシスコア、そして FF7 リメイク、来ましたら実況させていただきますんでね、ぜひ皆様引き続き見ていただけると。ファイナルファンタジーね、あとは10も実況してるかな。はい。10もね、ボロ泣きしてるんで、よかったらね、FF から知ってくださった方は、ぜひ FF10 のね、動画も見ていただけると。だいぶなんか実況のね、初期の頃にやったから、今と話し方とか違ったりするんですけれども、はい。ということで、じゃあ今回はね、ここで終わりにしようかなと思います。もう私の中ではね、もうね、100点じゃ足りないですね、もう。うん、もう点数つけるのもね、おこがましいぐらい、本当に素晴らしいゲームでした。ありがとうございました。そしてこうね、振り返りって形で、ね、動画を撮るのも、もしかしたら久しぶり、もしくは初めてかもしれないのでね、それぐらい楽しめたゲームということで、いろいろね、取り逃しもあって申し訳なかったんですけれども、あ、こいつ、それほどまで本当にこのゲーム好きだったんだなって、ちょっと愛情だけでもね、感じていただければと思います。ということで、じゃあこれで完全に FF7 は終わりとさせていただきます。ありがとうございました。はい、ということで、まあ次はクライシスコアの実況でお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。